護衛艦下が軽空母に改造へ F35B ステルス戦闘機の運用能力を追加。本日、防衛省が令和3年度の防衛予算の概算要求の概要を公表し、その中で護衛艦下がについて F35B ステルス戦闘機を安全に運用するため、艦首の形状を 四角形に変更すると発表しましまた。こちらこういった見た目になるんじゃないかと思われますが日本海事新聞によれば護衛艦出雲のような、まあ、とりあえず F35B 戦闘機が発着艦できるような回収ではなく本格的な回収になりこの艦首の形状を四角形に 変更するだけではなくてですね、通信機器などの配置を変更したり、飛行甲板を耐熱塗装し、さらに航空機を誘導するライトや電源設備を整備する予定であり、改修工事は2021年度の定期検査で実施する予定とされております。現状、 中国などの脅威が非常に高まってしまっており、今後、中国軍が大量の空母や強襲揚陸艦を配備するものと見られておりますので、そういった中国の軍拡に日本が対抗しなければ、日本の抑止力が相対的に低下し、戦争が勃発する可能性が高まってしまいます。 現状日本政府としても攻撃型の空母や戦略爆撃機、大陸間弾道ミサイル以外の装備であれば自衛隊に導入できると確認がなされておりますので日本政府には今後も必要な装備を自衛隊に導入し日本の抑止力を可能な限り高めまずは 戦争の勃発を防いでいただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。